小磯内閣は、予備役陸軍大将、朝鮮総督の小磯二明が第41代内閣総理大臣に任命され、1944年7月22日から1945年4月7日まで続いた日本の内閣である。1944年7月22日任命。在職日数260日。1944年7月22日任命。 1944年9月1日任命。1944年9月1日任命。内閣発足当初。前の東条内閣は、政策、軍事指導の両面に行き詰まっていたため、重臣たちが当確に動き、渋る東条秀樹首相を追い込み下ろすことに成功した。しかし、その後任として、適当な人物はなかなか見出せず、 重心会議では陸軍を統率できる陸軍、部内者という点でまず合意し、陸軍大将を専人順に先行した。結果、候補として挙がった南方軍総司令官の寺内俊一と品派県軍総司令官の旗俊独の二元水について前線司令官ゆえに動かせないとの陸軍の意向があったため、3番目に挙げられた朝鮮総督の小一蘇国明のところでかとなった。 久しく中央政官会から離れており、国内に差したる政治基盤を持たない、小磯の指導力不足が懸念され、この絵踏丸の発案により、小磯と与内三政重臣の両名に昭和天皇から対名降下され、両名共同で組閣する連立内閣の形式を取らせることにした。この形式は1898年の Y 藩内閣以来のもので、 憲政史上この二例しかない。米内は現役に復帰し、副総理閣の海軍大臣に就任した。小磯本人は、対米効果当時、予備役陸軍大将であったため、現役に復帰した上で、陸軍大臣を兼任し、強力なイニシアティブをとって、軍部を抑えようと目論んだ。しかし、前内閣当時首相と共に、陸将も兼ねていた登場が、 陸上留任を望んだため交渉は難航し、妥協策として、東条のオ杉山本が陸上に就任した。また、帝国議会において、翌3政治会の支持を得るため、第2次、このえ内閣以来設置が見送られていた、政務次官、参与官が復活した。このような数々の困難を抱えて発足した内閣で、あったため、 疎閣の時点ですでに先行きが不透明な状態であった。何をするにも遅く効率が悪い内閣の動きから、木炭自動車と揶揄された。1945年3月に、米軍の沖縄上陸を許し、同月には中国国民党政府との和平工作に失敗したため、内閣総辞職に至った。ありがとうございます。